井本です。小林です。教えて小林のコーナー始まりました。よし、今日も始まりますよ。はい、もう早速いっちゃいますよ、はい、もう後が使わってなんてよどうぞ、質問来てる？来てます、来てます。いつも勉強になります。ありがとうございます。一つ質問させていただきます、はい、我が家は真言宗なのですが、線香を何本立てたらいいのか小林教えてくださいと。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今回真言宗様のお客様というか見てはる人で、はい、お線香を何本立てたらいいかと、はい、はい、江野さんどう思います？知ってます？その宗派ごとの。いや、全部はちょっとなかなか自信がない。なんとなくは言えますけど、まあ、今回はですね、宗派ごとのお線香の本数、はい、お話しさせていただきたいと思います。はい、頑張ります。で、本日はですね、せっかくですので、はい、ご住職様ぜ、その今回 お話しさせてもらうご住職聞いてきました。わざわざ、はい、お仏壇のするときに、はい、何本お線香を立てたらいいかと。おお、はい、これは興味深いですね。ありがとうございます。はい、で最初ですね、今回の真言宗様、はいはい、の方ですね、はい、で真言宗様と天台宗様は一緒です。はい、はい、お線香3本です。あ、3本ね、はい、で、はい、3本をですね、うん、こう3、はい、見ていただいたと思うんですけれども、はい、カメラの方を仏壇として考えてます、はい、で手前に僕ら、はい、で手前に1本、はい、奥に2本、はい、いわゆる逆三角形の形でお線香をしてもらう。はい、これで3本ですね。はい、はい、3本、はい、ありがとうございます。はい、天台宗様と真言宗様はこういう形です、はいはい、で続きまして、はい、曹洞宗様、曹洞宗、はい、臨済宗様、はい、日蓮宗様のお線香の立てる本、はい、はい、ど真ん中にお線香を1本立てていただきます。1本でございます。はい、ありがとうございます。参考にしてくださいね。はい、はい、続きまして、はい、浄土宗様、浄土宗様、はい、はい、で浄土宗様は、はい、まあ、1本ないしは2本ぐらい、はい、あ、2本、2本でも結構です、はい、中央あたりに、あ、こういう形、こういう形、はい、はい、2本、まあ、1本でも結構です。はい、まあ、2本でも1本でも、はい、はい、続きまして、はい、浄土真宗様、あ、真宗様ですね、浄土真宗様、はい、はい、お線香を、はい、まあ、2本、まあ、割って、はい、2つか3つぐらい、はい、で、まあ、香炉の大きさに合わせていただいて、はい、で 火をつけた方を左向けて寝かしてもらうという、左ですね、はい、じゃこちらですね、寝かしてもらうというご宗派になります、はい、はい、寝かします、はい、以上でございます、はい、ですので真言宗様本日の方は3本逆三角形に立ててもらうという形になります。はい、で今回ご住職様にいろいろお聞きしたんですけれども、基本ですねこういう立て方していただいたらいいんですけれども、それよりもやっぱりこう毎日したりとか気持ちでするっていうのが大事ですので、はいはい、形はこだわっていただいても結構ですけれども、はい、気持ちを忘れずに頑張ってくださいます。そういうことでございますね。小林、今日はこれで終わりです。はい、また待ってます。ありがとうございます。いつもお仏壇チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。